はい、こんにちは、栃木のたけし農場です。今ね、平屋へ、食料のね、買い出しに行きまして、見切り品のね、ラーメンが安く売ってましたので買ってきました。エビワンタン塩ラーメンっていうものだそうです。で、これどうやって食べるかっていうと、ですね、よいしょ、こっか、切り口は貼れた。はい、よっこいしょ。はい、まず、これを、よっこいしょ。中に スープが入ってるそうなんで、これがワンタンですね。よっこいしょ。スープを取り出して麺にかけると、よっこいしょ、あ、この下にね、よっこいしょ、はい、スープがありますので、これを、あ、ここにシートが入ってるんだね、よっこいしょ、よっこいしょ、ちょっとくっついちゃってね、うまく離れませんけど、はい、よっこいしょ、ちょっと手拭こう。はい、このね、スープをかけます。ハサミ段取りが悪いですねはい、段、よっこいしょ、よいしょと、はい、まずこのスープをかけます。スープをかけて、よいしょと、はい、ワンタンを戻します。いや、自分で食べるんでね、手で入れちゃいましょう。はい、これで完了ですね。あと電子レンジで700ワットで3分10秒だそうです。これ蓋をして、じゃあ これからね、電子レンジで温めたいと思います。動画の方はね、一回止めます。